大阪市交通局3000系電車大阪市交通局3000系電車大阪市交通局3000型電車は1953年に製造されたかつて大阪市交通局大阪市電に在籍していた路面電車車両である無音電車と呼ばれた大阪市電の和製 PCC カー第1号車である1950年代に入ると 戦後の混乱期も収束を迎え、朝鮮戦争の特殊景気もあって、経済も復興してきたことから、都市内において、物や人の動きが活発になってきた。さすがに、乗用車の普及にまで至っていなかったが、バス路線は、都心から郊外に向かって、新設、復活され、トラックなどの商業用の自動車の台数は増加の一途をたどった。このような状況のもと、 路面電車の運行に支障をきたすような事態も起きるようになっていたことから、路面電車事業者の間でも従来とは異なる、高性能車両の導入が望まれるようになってきていた。日本に先駆けて、モータリゼーションが進行していたアメリカでは、1930年代に入ると、画期的な高性能路面電車である、PCC カーを導入し、一定の成果を上げていた。 日本にも PCC カーの情報は入ってきていたが、太平洋戦争開始前後の時期であったことから、正式な技術交流がなされることはなく、超多段式の間接制御装置を、阪神国道線71系、金魚鉢に採用たり、男性車輪を神戸市電700系、ロマンスカーに採用したりするなど、技術の断片的な導入にとどまっていたが、アメリカとの技術交流は、 戦後の混乱が収まる頃から再開され、PCC カーに関する詳細な情報を入手できるようになった。その後、1949年頃からは、将来の路面電車車両の研究が始まり、1951年に登場した横浜市電1500型や1953年に登場した名古屋市電1800型といった車両が、釣りがかり駆動ながらも、 間接制御や新型台車などを採用し、PCC カーや無音電車の振り込みで登場した。これらの車両の心臓と並行して PCC カーの導入も検討されるようになったが、高額の特許権使用料と日本 PCC カー導入技術委員会への加入といった条件が導入への大きな障害となっていた。そこで当時の六大都市、東京、横浜、名古屋、京都、 大阪、神戸の交通局では、無音電車企画統一研究会を設置、統一仕様を定めた。3000型は、東京都電5500系5502号と共に、登場した同統一仕様の第一号車である。3000型は、大阪市電創業50周年の記念すべき年である1953年10月に3001号の一両が、川崎車両で製造された。 車体は戦後増備された2001系、2101系の流れを引き継ぐ前中ドア式、窓配置 D5D4 の中型車であるが、これらの形式から大きくモデルチェンジし、戦前の901型や861系、92001系、868系、92011系のイメージを引き継ぐ流線型の車体となった。しかし、車体のデザインは、 近代的にリファインされて、側面上段窓は固定窓のために H ゴムを活用し、前面は中央運転台部分の窓を大きく取り、左右の窓を通風用の外開き式の小窓にするという、従来の前面三枚窓車のデザインを大きく変えるものとなった。また、中央運転台上部には長大円形の表示窓を三分割した表示幕を設け、中央は 行き先表示、右側は、系統表示とした。ヘッドライトは、行き先表示幕の上に装備していた。この新、大阪市電スタイルというべき車体は、前面の行き先、系統表示や、側面の車掌台部分を改善されて、後の2201.26013001の各形式に継承されていった。内装は、 大阪市電では初めて千鳥式配置のセミクロスシート、運転台右側に、前向き一方のクロスシートを、配置を採用した。セミクロスシートを採用したのは、男性車輪を採用したために定員を減らす、ことによって車輪への負荷を軽減するためである。台車、伝送品は、台車は、男性車輪付きのウィングバネ台車である、住友金属工業 FS-251 を、 装着し、制御装置は三菱電気 a b 五十四から六 m d b を装備、主電動機は三菱電気メガバイト四百三十二 a 端子電圧三百ボルト時一時定格出力四十一点二五キロワットを四機搭載して直角カルダン駆動方式で駆動した。これらの技術を採用したことによって、騒音や振動が画期的に減少し、効果減速。 防音、防振といった初期の目的を達成することができた。このように3000型は試作的要素の強い車両であったことから一両のみの製造にとどまった。また登場後しばらくの間は車体広告枠や車内の中吊り広告枠でおとなし電車この電車の乗り地をお試しくださいと乗客や市民に PR していた。3000型は 今里車庫に配属され、同車庫のメインラインである5系統、今里上本町6、港町駅前境川町玉、船橋、6系統、今里日本橋1北浜に淀屋橋、大阪駅を中心に運用された。当初は5.6系統専用であったが、後には8系統、安倍の橋から、下味原町玉造四橋本田町1や27系統。 上本町六大正京鶴町四などの系統にも投入されている。翌1954年に登場した2201型は関節制御や弾性車輪を採用したもののカルダン駆動の採用は時期焦燥として釣りがかり駆動車として登場した。その後も3000型による 営業運転を通じた長期実用試験は続けられ、蓄積したデータをもとに3001型が1956年に満を持たして登場した。3001系の登場によって番号を3000号に改版、その後も今里車庫に配属されていたが、1966年に廃車された。廃車後は保存車として森宮車両工場に保管されていたが、敷地が 手狭になり、保存者の保管場所を移転することになったとき、保存対象から外されて1972年に解体され、その後は台車が同工場の正面玄関に保存されていた。現在は工場北側の車両保存庫内に移動の上他の保存台車と一緒に保存されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。